古代ローマ時代のローバンと尖り筆ローバンとは、木製の所字版で、木枠で囲んだ板の表面を、ローの層で覆ったものである。もう一つのローバンと紐で綴り合わせて2枚重ねにし、ノートブック型のようにして使われることが多く、これはディプティックと呼ばれる。古代から中世にかけて、何度でも書き直せて、携帯に便利な筆記用具として使用されていた。 古代ローマ帝国時代に執筆されたキケロの手紙においてもシリーについて言及しているものがあり、ハドリアノスの頂上のビンドランダ要塞の水没遺跡からはブリタンニア時代の老板の実物がいくつか発掘されている。中世の老板はヨーロッパのいくつかの博物館において展示されている。老の表面への書き込みは尖り筆と呼ばれる先の尖った器具を使っていった。 書いた文字を消すには、円がまっすぐなヘラのような道具を使って削り落とす。これは現代でいう消しゴムのようなもので、尖り室の各方の反対側に取り付けられていることが多い。なお、文字が全部消された状態のタブレットのことを、ラテン語でタブララサと言い,い、これは、現代英語においては、クリーンスレートやブランクスレートと同じ意味の言葉で、白紙状態、純真無垢、 先入観を捨てるというような意味で使われる。スタイラスで折りたたみ式タブレットに絵を描いている古代、アテネの画家、トゥリス・ローバンは、学生や秘書がメモを取ったりする用途から、ビジネスにおける、経理の仕事まで、様々な目的で使用されていた。ローバンを使って、原始的な速記も行われた。現存する最古のローバンとして挙げられるのが、紀元前14世紀に、 トルコの歌手に沈んだウルブルンナンパ船から1986年に引き上げられたもので、これは象牙の蝶津貝を使った告げ製の老板である。この発見により、ホメーロスが老板に研究していたのが時代錯誤ではなかったことが実証された。1979年にはアルバニアのデュロスでも考古学的発見があり、西暦2世紀の金貸しのものと考えられている墓から、 造形で作られた二つの老板が見つかった。ギリシャ人が川製の巻物と共に折りたたみ式の老板を使用し始めたのはおそらく紀元前8世紀半ばだと考えられている。リデルスコットギリシア語英語辞典の1925年版ではギリシャ語で所字版を意味するデルトスに建造した南西宮殿から出土した紀元前640から615年頃の 石板の彫刻に描かれた二人の人物のうち、一人は明らかに巻物を握りしめているが、もう一人はリプティクを開いて持っているのではないかと推測されている。また、ベルトバン・リジマーターは、ヒッタイと新王国時代のステラ・オブ・トルフン・ピーアスに同様の人物がいるのを発見し、その紀元前8世紀後半の人物は独特なボタン、止め方式の二つ折りタブレットを持っていた。 アッシリアのサルゴン2世が建造したニムルドにあるサルゴン宮殿の遺跡でも造下の諸持版が見つかっている。マーガレット・ハワードは H の字の形に似た革製のヒンジを諸持版の円の溝に挿入して蛇腹式の構造を取るという独特なヒンジシステムによって複数の諸持版を一つなぎに連結していたのではないかと推測した。古代国家乗り組むの都市。 フラビア・ソルバに眠る、ローマ人の初期の防皮に刻まれた、石筆と書字板を持った、自身の姿。ベルギーのトゥルネーにある聖マーティン教会の修道士で、あり、年代記の執筆者として知られるヘレマン・オブ・トゥアネは、私は、書字板にさえ、大量の文字を書き留めたと書き記した。ローハンポンの注目すべき例は、1500年に、設立されたオーストリア最古の都市エンスの病院が、記録した。 用紙記録である。375X207mm の大きさの10枚の木製の板が 90mm の高さに積み重ねられたもので、それぞれ長軸の方向に2つに分けられている。このうち左側に年ごとの支払った金額が貼り付けられた用紙もしくは紙に書かれている。右側には受け取った金額がそれぞれの控除のために記録されており、 この部分は筆記用に黒茶色のローで覆われている。素材は密論をベースにしており、5から10%の植物油と炭素含量が含まれている。その油点は約摂氏65度である。この本はさらに以前から記録されていたものの俗末期であり、最初の末期が開始されたのは1447年であった。牢岩は商業において、 ある程度の分量がある重要な記録を一時的に記録しておく用途で19世紀まで利用されていた。例えばシュベービッシュ春の岩塩採掘局は1812年までローバンを使用していた。ルーアンの魚市場では1860年代までローバンを使用していた。ありがとうございます。